ISV Productions。 また今度だ。こんな場所で暮らしてたんだ。お前までいたのか。え、初耳なんだけど。どうやら俺たちは朝まで寝ちまったようだな。子供が命を狙われ、妻がさらわれた。そういえば、そういう話一回も聞いたことなかったよね。一体何なの、兄さん。ああ、お前に言われる筋合いはない。私は火影になるんだから、こんなところで終われない。こんなになってまだやる気かよ。次はいつ帰ってくるの？僕はボルトがやりたい任務でいいよ。一人で暮らしてるってのは聞いてたけど。僕はいい答えだと思ったけどな。まだ家で爆睡中ってだけだろ。そんなのどっちでもよくない？やる気に関わる大問題だってばさ。